ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年2月4日、2時3時を卒業された結城千尋さんの独立転生先の初配信を、元同期のモイラ様と鈴谷明君が紹介したことで、一部2時3時視聴者が怒っているのですが、2時3時、闇夜のモレルを引退に追い込んだと噂されるあの立花が、モイラ様に文句をつけているのが確認できました。うわ、こいつまだ、この界隈におったんか。頼むから出て行ってくれよ、電車でも撮影しててくれ。立花は、2019年5月に、モルルさんより、佐々木作の方がいろいろ植えたとツイートし、本人から苦言を呈されていたのですが、モルルさんが引退を発表した後に、彼の寄稿をまとめたツイートがバズり、元二次三次の海屋社の神琴式さんや、今のホロライブのオマルポルカこと織田信姫さんからも、何目線のファンチだとか、謎の評論家面だとか言われていたわけなんですが、今でも、性懲りもなく活動を続けているようです。モイラ様を批判してる奴は立花と同じ立場ってことだね。あとさ、モイラ様やアキくんの行動に対してロールプレイ剥がしだとか言ってる人いるけどさ、女神であるモイラ様にそんなことを言ってる時点でバーチャル視聴者のロールプレイができてないよ。女神として扱ってないってことだからね。モイラ様とかバーチャルブッダ様には敬語使うべきじゃん。踏みにはタメ口でいいけど。モイラ様は、たまたま可愛い子を見つけたから紹介してるだけですし、それに突っ込むことが無粋ですよ。頭立花になってんねんな。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。